続いては大竹メインディッシュですこちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいでは今日のお客様をご紹介しましょう東京都立大学の教授を務められています社会学者の宮台真嗣さん二ヶ月ぶりのご出演ですよろしくお願いしますはいこんにちは、はい、よろしくお願いします、えー、始まる前に三十、えー、秒ぐらいですかねちょっとお話ししたんですけど今日は、えー、前半で えー、汚染水のことについてお話をいただきます後半では二、まあ、つに分けて、えー、宮崎駿さんの君たちはどう生きるかということのうについて、えー、宮崎さんの意見を伺いますまず、えー、汚染水でこの流れが来ておりますが、うん、どういうふうに解釈したらよろしいですかね、うん、もともと汚染水と言われていたものがですね、うんはい えーまあ、政府の判断で処理水と名前を変えた、うんはい、でこれは言葉によるごまかしなんですね、うん、で例えば1980年代末の日米構造協議、うん、これはもともとストラクチュラル・インペディメント、うん、イニシアチブなので、うん、日米構造障壁協議つまり日本側の非関税障壁を撤廃させるための、うん アメリカの指導ということです、事実上ね。で、しかしそれを外務省官僚の入れ知恵でごまかしたということがあります。で、BSE、狂牛病と呼ばれていたものも、これもですね、政府の方針で、狂牛病と呼ばなくて、なんか BSE って呼ぶようになったっていうのはね、結局、お笑いです。なので、これは汚染水なんですね。トリウムが含まれて います、はいで。トリチウムは、えー、薄めれば無害だというふうな言い方になっています。はいうん、で、いろんな国の例えば韓国や中国の原発からもトリチウムは出ていると言います。はい、しかし、えー、日本のこ、うん、の汚染水はデブリに触れているんですね。うん、デブリに触れているので、トリチウム以外にさまざまな核種が含まれているので、うんうん、全く同列には。 えー、論じることととができないいうこと、はいうん、これはですねしかも、まあ、IAEA、e うん、の、まあ、お墨付きを得たということになっていますが、うん、そのお墨付きは IAEA、e、つまり国際的な機関がリサーチしたんではなくて、はい、東電が出したデータに基づいてこれなら大丈夫っていうふうに言っているだけなんですね。うん ところが東電は柏崎刈羽をめぐるさまざまな不祥事でご承知だと思いますしあるいはそもそも福井のの原発爆発をめぐる事故でもそうですけれども要するに嘘つきまくり捏造しまくりってことですけれどもあるいはデータ取得しまくりということで大変に問題になっているんですね。 でその企業が出しているデータをまるまる信じるっていうことはやっぱりあってはならないことでまずリサーチは第三者機関が行うべきことですね。で今後、えーまあ、汚染水の <laughs>、えー、広がりあるいはタンクの中に実際どういう、えー まあ水が詰まっているのかということも他の各種まあ5種類以上と言われていますがそれを含めて東電以外の機関がリサーチをする必要がありますっていうか政府がそれをリサーチさせる必要があります。でさらにあのトリチウムあのトリって3つって意味ですけど、うん、あの普通水、あのー、例えばですね、まあ、水槽 分子にしましまょう水,て、うん、水素って H2 なんですね。うん H えー、ところ H3 が, H があのトリチで従ってですねあの水素でよく似ているけど違うっていうことなんですが、うん、あの分子結合をする際にあの水素通常の水素と同じだというふうに、うんえー、まあ擬人的に言うと判断して。うんえー まあ、H3O みたいなものを形成したりするんですよね。はいうん、なのであのいわゆる水をを取取りり込込むような動植物は、えー、トリチウムを取り込んでいくことになりますところでそれが無害なのかについてはですね五大湖周辺の原発から出てくるトリチウム、うん、これは他の核種を含んでいない、うんえー、デブリに触れていないものではありますけれども。うんうん えー、小児白血病その他ですねその他のそれだけではなくてですね基本、えー、トリチウムっていうのは微量の,あの放射線 β 線を含んでいるので、うんうんうん あのいわゆるガンマ線のようにのリモートディスタントな影響はないんですけれども、うん、取り込まれてしまうとあの生体内オーガニックな影響は確実にあります、うんうん、でねそれゆえにここで問題になるのが薄めれば大丈夫って話ですよね、はいうん、薄めれば大丈夫って何ですか例えば生産研究だって薄めれば大丈夫です、うんえー、例えば究室の研究室の研究にの研究室の研究 窒素っていうですねケミカルな会社が出した有機水銀が問題になったんですけどもこれも薄めて薄めて薄めればだって当たり前だけれど水俣の周辺では問題になったけど他のところでは要するに薄められてるから問題にならないわけでしょだから薄めれば大丈夫って一体何を意味しているんだということが大事。 薄めたら大丈夫って言い方で許されるんだったら何でも薄めたら大丈夫です。うん、で次に、うん、これも大事ごまかせないのがいわゆる生体の宿って言われるプロセスなんですよね、うん、例えばね有機栽培をどんなに薄めてもどんなに薄めどうっていうのはちょっと科学的には、うん、サイエンティフィックには問題があるけれども基本あの 生体濃縮食物連鎖の中で食物連鎖の上の方に行けば行くほど、まあ、プランクトンから始まって上にマグロがいたりして、うん、その上に人間がいるわけだけども、はいうん、どんどん、えー、脂肪や内臓にあの濃縮されていくってプロセスがあるんですね10年20年のスパンで、うんえー、これが起こった時に誰が責任を取るのかっていう問題が残るわけです。うんうん でも日本というのは日本人の劣等性そのものなんだけれど、うんうん、あとは野となれ山となれ、うん、その頃は俺は定年退職しているみたいな、うんえー、メンタル、うん、メンタリティが非常に広がっている言い換えると父死孫の幸いのために命をかけるというような人間たちは、まあ、ほぼ日本の,あの企業体からは一掃されている、うん、あるいはそういうメンタリティを持つ人は企業で出生できないんですね。 日本の会社っていうのはね、うん、例えばアメリカのエデルマンっていう PR 会社がねこれ10年前ぐらいに調査したレーダーによる,んだけよると従業員のリスペクトをあのボードをつまり、えー、と取締役会の人がどれだけ受けてるか、うんえー、日本はね OECD 加盟国中最低なんですよ、うん、でその理由は要はあの自分の立身出世のためだったらクソがついたケツでも舐めるようなやつしか、うん 立 <laughs> 身出世できないっていうことが分かってるからなんですね。の、うん、の社会構造でうちの父はあの、まあ、キリンビルっていうね大きなビル会社、うん、今飲料部門と並んで製薬、うん、部門があの並んでっていうか製薬部門の方が大きな柱だと思いますけれども、うんうん、でこれ立ち上げた男で、うん、それで、まあ、取締役にもなったんですが、うん、そのいわゆる <laughs>。 えー、上におべっかを使う自分の立身出世のためだったらクソがついたケツでも舐めるようなやつの話を散々してくれているんで、うんうんうん、お父様からそうですね、うん、でう,うちの親父は単に功績があったので上に上がったんですけどもなのでまあ,あのそういうやつにはなるなっていう。うん 教えでしたよねだからそういう連中が東電の幹部、うんうんね、いろんな自動車会社の幹部であれば当たり前だけどエネルギーシフトはできるはずがないし、うん、EV 比率が上がるはずもないヨーロッパではだいたい3割以上北欧は9割以上日本はまだ3%やんのことはない電動車が2割以上いる電動車は h v をつまり <laughs> ハイブリッドを含んでいる、うん、ハイブリッドっていうのはねま,まあ小学生なら分かると思うけどエネルギーエネルギー源は100%化石燃料なんですね、うん、ですよね、はいはい、でプラグインハイブリッド、うん、その家庭用電源で少し充電できます、うんうん、せいぜい1割にも満たない分量なので、まあ、ほぼ全て化石燃料なんですね、うんうん、でそののようなものを、うん EV というふうに数えるのははっきり言えばパーフェクトにインチキなんですよね。うん、ところが経産省がそうしたインチキを奨励している同じように、ん、電動車を、うん、まあつまり EV じゃなくて電動車ということを変えることによって、うん、ほとんど全てが化石燃料で動いている車が電気自動車 EV であるかのように思い込ませようとするペテンをしているんですよね。うんでまあ、そうしたあの国の中で、うんうん ま、汚染水が出ているだから中国の広報官がね、うん、汚染水が日本政府が言うように、うん、無害なんだったら海上放出する必要はないはずである逆に有害なのなら海上放出していいはずがない、うん、どんなに薄めても、うん、これって理屈通ってませんか、うん、通ってますね,ねえ 都合の悪いことから目をつぶるという日本人的な劣等性から外に離脱する、うんね、忘れ何もかも嫌なことは忘れちゃうという日本人的劣等性から外にやっぱり離脱する、うんうん、それがないと、思思孫孫のために良きものを残し、うん、悪きものを駆逐するという当たり前の責任ある大人の態度が取れなくなっちゃいますよこの植物連鎖の頂点に人間がいるってことですよね。そうすると蓄積は いろんなもののに蓄積たそ頂点最後は人間に蓄積していくっていうことになりますよね。そうですねおっしゃる通りで水って一回取り込まれると排出されるのは非常に時間かかるので β 線は生態に大きな影響を与える可能性もありでねまあこれまあアメリカも含めてね まあ、利害相反問題っていうのがあって、はい、あのトリチウムがどれだけ疫学的に問題があるのかっていうデータを、うん、あのなかなか表に出せないっていうことは、ねうん、日本だけではやっぱりないんですよね。なのであのまあ <laughs>、うん 人間についてはね、疑わしきはこれを罰せずっていうですね、推定無罪の原則がありますけれども。はいうん、逆にね、有害物質については、あの、うんうん、予防原則っていう、言うんですが、うん、あの、プリコーショナルプリンスプルって言うんですけど。うん、それに基づいて、疑わしきは排除するっていう原則を貫徹する方がいいんですね。あ、はあ、なるほど。うん、えじゃ、今、うん、あの、海洋水。うんうん 海に放出してから、ちゃんとこう数値を出して、うんうんえ、基準値以下ですよっていうふうに、われわれは聞いている、うん。でもそれは、東電が調べている限りは信用できませんあと、あれだよね、あの総理が、あの向こう、十数年にわたって責任を持つって言ってるけど、十数年の話じゃないとい,いうことだよね、どんどん蓄積していく頂点は、もしかしたらもっと先かもしれないっていう。 話ですよね、そうですだから現岸田内閣でさえ、ですね、うん、安倍内閣の時に安倍,がその安倍氏が責任を持つってことについても、うん、あのもうその首相が変わったんだから、うんあの、もうそれは関係ないという態度で一貫してるわけですよね。うん、はい うんうん、で一般に、あの例えば、ね、法律を通すときに、付帯決議っていうのを出すことがありますっていうのはあの、法案の修正には応じられないが、法の運用については、うんえー、こういうことに気をつけた方がいいっていうこと、これを付帯決議でつける、でしかしね、<laughs> 以前ですね、まあ、ある自民党、自民党内閣で、これ、福田康夫さん内閣でしたけれども、えー、それ以前の内閣で、付帯決議がついていますが、 いう記者からの質問があった時に私の内閣の時ではない大閣が変わった以上それには拘束されないっていうふうに言い放ったってこともありますねこれが日本的劣等性そのもので不体気づきであれなんであれ法律の立法の趣旨を記憶するっていうことをあの まあ、わざと、しないようにするわけですよね。で、それによって現政権にとって都合のいいように、にじ曲げていくということが起こるわけです。はい、えーえー、水谷、どこまで。<laughs> はい。い,い,い,いや、私は何を信じればいいのかなと思いながら今、今、はい、はい。ええ、大体のお考えをがかって、そうなのかなと。 そうななんだとと私も思ったところででありますす、うん、さて、えー、もうつこれは問題というよりも君たちはどう生きるかは私たちの間でも見る見ない見て面白い面白くなかった話題が沸騰しておりますがこの話を聞かせていただいてよろしいですか まずで僕の知る限り小学生の子どもたちはみんな非常に面白がっている、うん、ところが大人たちの多くはね、うん、まあ映画館出てくる時の会話を聞いてみてもね、はい、まあ浮かない顔でよくわかんなかったねっていうふうに言っているで、あのーまあ、すごく残念なことだけども。うんうん 宮崎駿監督はそういう連中に対して憤怒を抱いているということ、これをまず申し上げておきます。憤怒行き通りです。でですね、<laughs> この作品自体は見た瞬間にわかるのは、うんえー、不思議な国のアリスと。 同じモチーフです、うんえー、穴に落ちて下の世界に行くといろんなデタらめを体験しますと。はいうん、でその後穴の外に出てくるんだけれど、まあ、アリスのラストで言えば、うん、でも穴は本当にありました、うんえー。つまり穴の中で体験したものはただの,ただの夢ではなくて現実だったのです。うんうん、っていう終わり方。 これも全く、うん、あの今回の宮崎作品と同じなんですね、うんで。ところで皆さん気をつけていただきたいのはね、うん、そのアリス、アリス・イン・ワンダーランドで、うん、そのいろんなのが出てくる注射猫とか変なネズミとかトランプの兵隊とか出てくるけれども、それについてね、あ、これは何々のメタファー、陰謀、例えであるとかっていうふうに当てはめしますか、うん、そんなやつ見たことないよね。うん、ところが、これあの映画。 テネット、まあ、クリストファー・ノーラン監督のテネットと同じで動画解説解説と称していわゆる当てはめだから「アオサギ」 はこれを意味していていペリカンはこれを意味していて、うん、おばあちゃんたちはこれを意味していて、うん、であのママ母っていうかね妹はこれを意味していてとかってね、うん、もうひたすら当てはめをしているんですよ。うんね、でこれはどういうことかっていうと、うん、穴の下に落ちて体験したデタらめはデタらめではなくてすべ、うん、て筋の通った まあ簡単に言うと構成された世界観なんんだってていいうふうに言おうとしているんですよね、はい、でも僕はお笑いだね、うん、そういうふうに見ていたら、うん、この作品の例えば子どもたちがね、はい「すっごい面白かったよ」って「どこが面白かったの?うん」それはよくわかんないんだけどとにかく面白かった」うん「そうでたらめが面白いんだ」っていう、うん、この本質を見逃すことになってしまうんですね。うんはあ で当たり前のことではあるけれど、うん、例えば子供ってあの命令されるの嫌いでしょ決まりに従うの、うんえー、嫌いでしょ、はい、であのデたらめ大好きでしょ、うん、大好きで,、うんで,でまあ、僕は「拡張版ヘッケルの法則」知ってるけどこれはねもともと古い時代の大人もそうだったんだって、うん、いうふうにあの、うん、考えるのが 適切なんですねでところが僕たちは1万年前から順次定住することになったで定住っていうのは農業が支えただから農業って、まあ、スケジュールと共同ですねコラボレーション必要なので、まあ、決まりが言いますで。同じようにあの農業 でなんで定住を支えるかっていうと収穫物があるからで収穫物ってこうストック溜まってくんだけど、うん、その保全配分継承を巡るあの紛争回避のルールが必要と、うん、いうことで定住すると我々は法生活、うん、レヒトレーベンを送るようになるんですね。ででもこれれって、あのーまあ、言葉で語ららた法に罰が嫌だから従う っていうね、非常に不自由なもので昔の大人イコール子供らしさから見ると明らかに拘束、えー、つまり首びきなんですよねなのでつらい生きづらいだから必ず定期的にお祭りをする。 息抜,き息抜きでもあるけれども、うん、昔の身体性、うん、心の働きを思い出す、うん、でそれは日本のお祭りを僕たくさん大好きで、うん、あの取材兼ねて回っていたことがあるんだけれど、はい、あのやっぱりお祭りはもともとは地元の人のもので、うんえー、観光するのも構わないけど邪魔しないでくださいねっていう人がねやっぱり80年代90年代ぐらいまではとても地元にいっぱいいたし、うんはい、で特に御柱祭り っていうのは7年ごとに巡ってきたりするけど、うんあの「お祭りが終わっちゃうとその後つらいですね」うん「いやそんなことはなくて、うん、あの7年先6年先5年先、うん、だんだん近づいてきたっていうふうにしてこう盛り上がってくる気持ちが高まってくるそのプロセスもすごい楽しいんですよ」 これはね抽象、うんうん、的に言うと、うん、単な,のなる息抜きなのではなくて、うん、お祭りに向かって仮の姿でね、うん、法生活、まあ、言葉で語られた方に罰が,が嫌で従うっていうのをやってるんだけどっていうことなんですよね。いうことなん、うんうん、ですよね。のさてあのそれをまあ前提にして言うとねあの僕たちのこのしょ,しょぼいですね現実と,と呼んでいるものこれ現実でこれ法生活なんですよ。 それって本来は仮のものであってね、うん、どうとでもあり得るものなんだ。うん、だから例えば、うん、今日本は民主主義になりました、まあ、これもねあのへそで茶を沸かすような話だけれど、うん、僕から見ても当然あの宮崎駿次事から見てもですね、うん、何も変わっちゃいないんですよ。うん、例えば まあひらめきょろめきで自分のポジション取りをする、うんねえー、自分の所属集団でのポジションを上げるためには全てを無視する、うん、だから公共性はほぼ皆無四思そそのことなど考えるはずもないという日本的劣等性、うん、何の変化もないんですよ、うん、何の変化もないわけね、うん、でそれに対してでも夢例えば夢の中にはね夢ってでたらめに見えるけれども必ず出てくるのがね、えー、無意識の普遍性なんですよ その無意識の普遍性というのは、子供の欲望なんですよね。うん、決まりは嫌だ、うんねえー。命令されるのは嫌だ。でたらめがいい。はい、子供のままで痛いたい、うんね。こうしたものが、夢には、うん、あの無意識という形で、普遍的に刻印されます。 だから夢こそ道堤でもいいもので現実こそ動かせないものだこれはね宮崎 G から見れば僕もそう思いますが逆ですみんなが現実というもの呼ぶものこそ道堤でもあり得る三島が言うように日本人は一夜にしてね天皇主義者から民主主義者に表現するそれは法が変わったからなんですよ、ね。 でも一夜にして表現するというこのだらしなさは何も変わらない、うん、イコール空っぽって言葉で表現しましたよね、うん、そう現実はねむしろ幻で,、はい、でむしろ夢のデタラメこそ普遍的なんだよね、うん、でそのデタラメをね、えー、たまたまこの世界この社会でみんなが現実と呼ぶものに引き寄せて当てはめ引喩、うん、解釈をすることでうんわ、うん、かった、うん、ね そんな理解にどんな意味があるんだバカ野郎っていう風うにこの絵が訴えていて、うんはい、でなおかつあえて言うとですね、うん、やっぱり宮崎さんって、うん、今僕は申し上げたことずっと一貫して変わってないんですよ直しかだってそうですよね、うんえー、人類を脅かすように見えた不快も腐った海も人が汚した土壌を、うんうん 浄化する機能を果たしていて、はい、うん、え人を脅かすオウムもその不快の森を守るための、はいえー、守り神なんだよねっていうことをナウシカが発見するあるいはもう飛ばしますけどね「千と千尋の,、うん、あの神隠し」はい、これはねいろんな子供たちうちの子供たち3人含むいろんな子供たちに「一番好きなの何?うん」うん、っていうとね大体「千と千尋」がポニョをあげる子が多いんだけど。はいはい 千千と尋そうなんだよねつまり法生活を送っていた生きづらい子どもがある種妖怪お化けたちがいるような魔界を経験するこれはそのアリスのワンダーランドであり今回の映画の下の世界なんだけど見えないものを見る見えないものを見ることのワクワクっていうのを体験するあるいは夢のでたらめを体験するそのことで その千尋は成長すするんですよね主人公ですけど、うんうん、でこの話もだから全く今回と同じで今回もあの実は「ワンダーランドアリス・イン・ワンダーランド」と違うところはやっぱ成長っていうモチーフであの、まあ、人っていう主人公はデタラマ経験してやっぱ成長するんですよね、うん、でその成長っていう意味は単純に あの世の中は見えるものだけからは成り立っていない、えー、見えるものだけが現実だと思うものは、えー、まあ簡単に今劣等な存在であるっていうことですよね。で見えないものがあの感じられるようになる見えないものを前提として前に進めるようになることが 成長なのだとということですよね、うん、だからまあその意味で言うとね、うんうん、安全便利快適な枠組みの中で子どもたちを縛りつけて育てようとする、うんね、人たちが多いでしょ危険だとかさ、ね、あのそれはマウンティングだハラスメントだもう全部そうなんですけれども、うん、僕は何でも言いますよ、うん、あのね本当に危険っていうことを分かるためには危ないことをやんなきゃダメなんですよ。 で本当に暴力を嫌うためにはね、実際に決まりが大事だってことは、うん、やっぱり決まりを破るっていう営みの中に身を投じなきゃダメだめでね、うん、だから僕は子どもたちにずっと言ってきた、う嘘をついてもいいし、うん、叩いてもいいし、うん、決まりを破ってもいいんだよ、うんね、でも、えー、やりすぎはだめだよ。うん じゃどからやりすぎなのって必ず聞くそれが分かるようになるのが大人になる成長するっていうことだよいろんなトラブルを経験してまあいろいろあってやっぱりうはいかんなやっぱり暴力はいかんなうぬかぬんっていうふうになった時に初めて人間はいろんな問題を我がことができるだからリストテレスの言葉を最後に言いますね。 罰せられるのが怖くて人を殺さない社会と殺したくないから人を殺さない社会とどっちがいいもちろん殺したくないから殺さない社会だよねつまりそれが外からの強制法の縛りではなくて内側からの力で前に進むということそのためにはやっぱりでたらめを経験しなきゃダメだということなんです。親御さんたち、はい <laughs> はい、はい、お時間来てしまいました。い,ね、いいお話でした。はい、はい、あの本のご紹介なんですけれども、うん、去年9月に発売されました、うんえー。社会工学者の藤井聡さんとの協調神なき時代の日本蘇生プランこちらがビジネス社から1650円で発売中となっております。お時間来てしまいました。今日のゲスト、うん、社会学者の宮台真司さんでした。うんはい、どうもありがとうございました。